秘密基地大作戦。はい、武田和成です。はい、私はここで一人座ってこちらに空間があるということは毎年恒例の新人紹介動画。でもそこで緊張してフラフラしてるので早速紹介して呼び込みたいと思います。西川勝也丸です。どうぞ。はい、はじめまして、西川勝也丸と申しませんからね。僕に西川勝也ですよ。勝也丸じゃないです。勝也です。あれ、俺じゃないんです。西川アーサー勝也丸でしょ。アーサーどっから飛んできたんですか。フルネームで言うとフルネーム西川西川ドット A 勝也丸でしょ。ちょフルネームは西川勝也です。名字が西川で名前が勝也です。ああ、芸名はね。芸名じゃないです。芸名本名で西川勝也と登録しております。登録ほらやっぱりじゃあほらね、本名は西川勝也です。はい、よろしく。知ってるいじったの誰ですか。はい、西川勝也くんです。はい、西川勝也と申します。よろしくお願いします。最近ね、僕が勝手に勝也丸って呼んでるのを毎回拾ってくれるんでちょっといじってみました。呼ばれてます。はい、じゃあ、はい、まず出身をどうぞ。あ、はい、出身は兵庫県です。あ、そこ関西なんだっけ。そうです、そうです。なんか西の方なのは知ってたけど、はい、兵庫なんだ。はい、じゃあ吉野とかと一緒なの。あ、吉野さん兵庫ですか。あ、兵庫じゃなかったっけ。あれ、誰か兵庫がいたはずでも。あ、そうなんですね。まだその、皆さんの出身地聞いてないので詳しくは。みんなさんって言ったらみんな山って書いてある女さんみたいな。皆さんの身長は詳しく聞いておりませんので。身長って言ったよ。みんなさんの身長は詳しくない。俺165cm。 僕168です。あ、ごめんなさい。話続けてもらっていいですか。ごめんなさい。はい、じゃあこれもうみんな、はい、今年はみんなこれを聞くって決めたんだけど、はい、呼び名勝也丸って呼んでくださいっていうのを皆さんに。勝也丸固定なんですか。ごめん、なんて呼んでほしいかを最初に言っとこうかなっていう。あ、いや、だからもしこれ、はい、もう今言っちゃったら、うん、これを見てこれ更新しないうちに現場とか、はい、どっか街で会ったりとかした時に、うん、それで呼ばれても文句言っちゃいけないやつね、はい、だからそれ勝也丸ですっていうふうに、ちょっと待って、落ち着いてください。僕も落ち着きます。ごめんなさい。こうやって呼んでくださいっていうなんかあればなければいいですよ。ないんですよね。今までそんなあだ名っていうのがあんまりその、まあ、決められたこととかなくて、それいつも名字だったので、うん、はい、じゃあやっぱアーサー。勝山どこ行ったんですか。いや、勝山って呼ばれたいわけじゃないんですけど、アーサーどこなんですか。西山アーサー、西山じゃねえ。西川アーサー、勝山。いつも西山って呼んでるからですよ。西川アーサー、勝山。いやいや、普通に呼び名決まってないので、名字の西川でよろしくお願いします。比較的、呼びやすいのがあって、ニッシーって、うちのメンバーはね、呼びがちですが、はい、ツッチーがいるから、ちょっとややこしいんだよね。まあ、響きがね、ニッシー、ツッチー、あ、響きそうですね。天気予報みたいになっちゃうじゃん。あ、はい、そうですね。ね、はい、だから、まあ、でもまあ、なんでもいいってことね。だから、勝山でもいい。結局ね。あ、もうなんでもいいです。もう、呼びやすいように言ってもらえれば。朝でも大丈夫です。あ、うん、大丈夫です。はい。じゃあ、はい、これはもう毎年、これ、ここから毎年聞いてるやつなんですけど、はい、どうしてこの業界にこう入ろうと思った、お芝居をやろうと思ったというか。あ、きっかけ、思ったきっかけだからね。あ、なんか、ね、急に降ってきたことっていうのは、そういうこと言う人もしかしたらいるかもしれないけど、それはちょっとね、怖いから、はい、ちょっとね、スピリチュアルな感じするから。はい、うん、あ、ちゃんとありますよ。あ、何何、まあ、定番といえば定番なんですけれども、うん、まあ、昔からアニメとかゲームが好きで、ずっとやっていたっていうのもあるんですけど、うん、高校の時にクラスメートにいきなり、うん、西川君は声優目指してるからねって言われたんですよ。目指してないのに目指してるって言われて、なぜかそれがきっかけで僕声優目指そうってなったんですよ。声優っていうか、まあ主に声優ですね。マインドコントロールされてる。しかもその時がちょうど高校3年生の時だったんですね。ああ、もうそうか、進路どうしようか。あ、そうそう、進路どうしようかっていう時にそれ言われて、とりあえずなんか夢もなかったんで、うん、あ、じゃあ目指すか。そう当日にそうなっちゃったんです、ね、じゃあその段階までは一応進学の予定だったの、言われるまでは。あ、いや、普通に就職でした。あ、もう高校卒業して就職しようかなと思ってたら、はい、声優目指してるからねって言われて、はい、そうだ
俺は声優を目指してるんだってなった。あ、はい、そうなります。マインドコントロール凄腕の。そうなんですよ。もうそのセリフだけで声優目指しちゃいました。そういうのもありかなと思ったんだ。あ、そうです。なるほどね、はい、じゃあちょっと、掘り下げて聞くけど、はい、さっきその好き、まあ、漫画とかゲームとかアニメとか、あ、漫画はまあちょっとねあったけど、うん、漫画アニメとかゲームとかが好きだったっていうの、あ、いいですね、そういう人は多いと思うんだけど、はい、なんかその中でもその特に好きになったきっかけの作品とか声優さんとか俳優さんとかキャラクターとかなんかある？あ、やっぱりガンダムですね。おお、ガンダムってさ、はい、何？アーベックス78にはあれだった。あ、そう、そう、そう、かっこいい。俺もガシャオンにしたい。いや、まあそれもあります。でもガンダムシリーズの、ガンダムシリーズだよね。よかった。ああ、よかった。ごめんなさい。白いフォルムに憧れてあれになりたい。僕の言い方が間違ってました。君の言い方は間違ってない。俺の拾い方が間違ってる。いや、待って、だから正解をそうしてはなくなるじゃん。僕が悪かったですから。はい、ガンダムシリーズの。シリーズの中でも何？僕が見たのが、一番バチッとハマったの。一番G ガンダムっていう。ああ、G なんだ。僕、G が初めなんですよ。でも世代的にはさ、ちょっと。あ、そうですね。前なんです。俺の世代で G。あ、そうです、そうです。あれ、年齢詐称して。あ、違う。あ、その前がありました。まずガンダムシードを見て、それでガンダムから好きになって、いろんなガンダム見てって、さあ、一番ね、あ、その G ガンダムが拳で戦うということで、うん、一番興味を持って見始めてから、うん、そのウィングとか、うん、X とか見て、まあでも G ガンダム外伝だけどね。まあそこは置いときまして、突っ込まないでいただいてよろしいでしょうか。あれは外伝だから。はい。楽しいけどね。あ、楽しい。あれはでも外伝だから。やめてください。強調するのやめてもろて。で、それがまあきっかけで業界入りました。はい、で、その一番まずこれをやりたいなみたいな差し当たっての目標みたいなのがもしあれば。やりたい目標ですか。うん、まあその一大目標はまたこの後聞くから。ああ、はい、はい。やりたいのはゲームの収録をやりたいんですよ。渋いね。うん、僕そのやっぱガンダムが好きなので、うん、ゲームもガンダムやってるんですよ。G ジェネとかスパロボとか。あ、G ジェネはちょっと今やってないんですけど、昔はやってまして、うん、今やってるのがゲームセンターにある、あ、エクストリームバーサス、キズナじゃなくて、うん、エクストリームバーサスシリーズっていうやつ。ははは。そう、それ。シネバイルやったことないけど。ああ、そうです、そうです。それをちょっとやり続けてるので、うん、できれば、今というか、もうちょっと有名というか先になった話なんですけども。あ、でも、まずやりたいだからいいんじゃないですか、そのゲームので。ああ、そうですか。まあ、それそうです。ゲームの。が、まあ、差し当たった目標だとして、じゃあ、大目標。これを成し遂げるぞ、みたいな、はい、大きな目標って何かある？大きな目標ですか。大きな目標は。広瀬すずと結婚したいとかそういうのでもいい。いや、置いといてもらっていいですか。とりあえずじゃあ広瀬すずここにあるとこ、ね、ごめんなさい、すみません、おかずちょっと買います。すみません、とりあえず、作品とかに出てで出まして、そしたら僕の声とかを聞いていただいたときに、うん、あ、この人だってすぐ分かってもらえるようになりたいです。ああ、よかった。よかった？よかった。え、変なこと言うと思ったんですか？大目標は、とりあえず作品に出ることですかねっていうのが。いや、ガンダムには乗りたいんです。とりあえずの目標よりも下がってきてるから。あれ？と思って。いや、大目標は。認知されて、ファンがつきたいみたいな感じかな。あ、そうですね。ですね、はい。では、まあ、そのね、もしかしたらその、この何年か後に。はい。それなんか、エゴサしです。エゴサじゃないか。さ、探されてさ。はい。西川勝也丸で調べたらここに当たるかもしれないじゃん。あ、YouTube でね。はい、はい、はい。で、わあ、何年だったんですか？ 3 年後だとしたらさ、3年前こんなだったんだ。うん、アーサーっていじっていいんだって言われて、ファンの人にアーサーっていじられてましたよねって言われるかもしれない人へ向けて何かメッセージがあれば、はい、見てくれてる方々に。ただいまは西川勝也ですが、その数年後には西川天アーサー天勝也丸かもしれませんので、その時はどうぞいじっていただいてよろしいので、よろしくお願いいたします。こんな終わり方でいいんですか？別にいいんだよ、普通に皆さんに向けてボケなくていいの。西川勝也です、これからもよろしくお願いします。この空気やめた方がいいですか？締めていただいてごめんなさい。もうちょっとさ、長くこれから頑張っていきますのでよろしくお願いしますみたいなの言うかなと思ったら、すごいシンプルだったから台本あんのかなと思って、続くのかなと思ってちょっと待ったら、
シンプルに突っ込みましたね。時間もありますし別にいいよ、はい、いやもう一回やる、テイク3いく。あ、西川勝也と申します。これから頑張っていけますので皆さんどうか応援よろしくお願いいたします。これから頑張っていきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。同じこと2回言うとるし言うとるし、はい、あと今日何回西川勝也ですって言ったまあでもね、あのさすがに名前を覚えてくれたかなって感じはするよね。もう最後まで見てくれたから、ね、よろしくお願いします。西川勝也です。西川勝也です、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。